ではオープニングから始めていきますね。はい。あ、そこない。じゃ今声は入ってます。ツイキャス YouTube。 はい、はい、皆さんこんにちは。どうも。じゃあ始めていきます。5秒前、はいはい、一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー。誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せてこの番組では各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きしてざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンと検索していただきますとすぐに出てきますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きください。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてください。本日は収録放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして今日のスペシャルなゲスト様ですが、旅した国は30カ国86都市。人生の途中で2回うつ病とパニック障害を発症するも、自分の人生を諦めずに探した結果、今年の1月に沖縄にセレクトショップをオープンさせた、とっても面白くて元気なスペシャルな方にお越しいただいています。CM の後お話伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。とっても面白くて、えらいハードル上げるなって思ったんだけど、砂出しもないけどなと思う。確かに迷惑な話だよね。私CM後も開けたと言うけど大丈夫。ハードル上げまくるけど、そんなに。もっと強調するけど、まあまあまあ90% ぐらいは冗談ばかりで。沖縄を食べてしまったオープン。そこばかり練習する。この画面ってさ、写メ撮ってもいいわけ？え、全然、え、いいですよね。もちろん大丈夫です。ありがとう。ちょっと、しとこう。めっちゃアホな声出てる。しかもダブルピース。ちょっとキャンさんも、どうもキャンさんはダブルピース、めっちゃ可愛いよ。ダブルピース可愛いキャンさん、女子。よくあの高校生時代、あの女子と一緒に俺の方が可愛いって言ってたんで。確かに。あの陸上部女子の方が多かったんですよ。うん、ぽいぽい、うん、女子の友達多そう。で、あの男子がみんな無口だったんで、うん、女子とばっかりつるんでたら警備員さんに勘違いされて女子だと思われて。女子だと思われるんだ。すれ違った時に振り返って二度見しまおう。身長低いんで小柄な分ちょっと勘違いされてしまって。はい。面白い。はい、じゃあ CM 開けまーす。BGM からいきますね。はい。
田辺美子のスペシャリストにインタビュー、本日は収録放送でお送りしています。それでは早速本日のスペシャルなゲスト様をご紹介したいと思います。旅した国は30カ国86都市、人生の途中で2回うつ病とパニック障害を発症するも、自分の人生を諦めずに探した結果、今年の1月に、沖縄にセレクトショップ沖縄旅手仕事ケタールをオープンさせた、とっても面白くて元気な佐藤ちさみさんにお越しいただきました。ちさみさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。実はね、友達なんですよ、ね、そうね、前職のホテルで、うん、唯一の友達です。なんで、ね、大丈夫、唯一とか言って。唯一です、ほんまに。2ヶ月半しかおらんかったから、仕事なんかでも、もっとね、うん、いた気がするよね。私もそう思う、うん、態度だけはでかいから。いや、そういうことじゃなくて。そう、今日なんかいつもこうラジオ聞かせてもらってるんですけど、なんかめっちゃなんか、なんかちゃんとしてはるから、いつもえ、いつもがいつもちゃんとしてはるやん。だから、あ、ラジオでってこと。今日はちょっとこうね、うん、ちょっとこうなリラックスして、うん、エイミーっていつも呼んでるんで、うん、エイミーと呼ばせてもらいますけど、エイミーと話をしながら、うんうんうん、広島弁のジャケを出そうと思います。出るかな。え、キャンさん、ジャケ聞いてます？まだ聞いてないですね。はい、ジャケ聞かせたい、ほんまに。はい、ジャケ聞かせたい。出るかな。めっちゃ出るから。ね、意識してないけどね。てか、意識してない、うん、今ジャケって言った？いや、今言うてない。今言うてない。意識感じたな。今のはないわ。あれ言ったような。いや、ちゃいます。ちゃいますわ。そうね、今日はね、ちょっと、はい、ザックバランに ね、 ちょっとね、そうやな、今日はブレイクタイムということ で、うん、ね、ということで皆さんにも、はい、了承して聞いていただきたいと思います。そうしましょう、うん、はい、じゃあ私も今日はいつも通りチサミンということで。いや、気持ち悪い。気持ち悪いとか言うの。チサミンやで。なんかドラクエのホイミンだったよなっていつも思うけど。分からんし。誰もわからない。分からんし。まあ、 いや、いい感じにちょっと紹介してもらえます。紹介した。いや、もうさっき紹介したんですけど。そうやな、そうやった。じゃあ、はい、そうですね、はい、うん、じゃあ軽く自己紹介を、うん、お願いしてもいいですか。私の、あ、うん、はい、ですね、うん、なんて言いましょう、うん、あ、今、うん、南城の百名に、うん、今年の1月の11日に、うん、沖縄旅、うん、あと手仕事っていうのをコンセプトにしたセレクトショップをオープンしてます、うんうん、で、私はですね、うん、もうこの喋り方で分かりますけど、めっちゃ関西人で、関西人でいろいろ小さい頃から、うん、生まれは大分県なんやけども、うん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 、親がね、うん、で、まあ、そこから、何です、お父さんの仕事のちょっと訛りが沖縄弁入ってるけど、うん、まあ、転勤族で2年とか1年とかでいろいろぐる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 関西回ってて、うん、そうだよね、そう、京都以外は全部住んだことがあるっていうね、うん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 、そう、で、そっからもう、まあ、親から離れてからもうなんか定位置でずっと住むことができなくて、うん、あっちゃこっちゃ行って、最終的に、うん、まあ、カンボジアに住んでこっちに来るっていう、うん、そう、もう日本じゃ入れられなくて、日本じゃ足らないっていう、うん、海外まで行ったっていう感じで ね、 ね、そう、そう、だからね、まあ、何、その旅も含めて30カ国86都市っていう、うん、すごいよね。数えてることが気持ちあるよな。いや、すごい、本当に初めて聞いた時すごいなと思って。いや、もっといるからね、上には上が。まあまあ、上には上がいるけどさ、だからなんかね、どこでも生きていける感じっていうか、そうそうそう、意外と空港泊大好きやからね。あ、そう、そう、なんか夜中に着いて、うん、で次の朝に出発とするやん、他のフライトに乗らなきゃいけなくて、でみんな大体、うん、ホテルを取って、うんうんうん、街の中で一回過ごして、ね、朝早くに空港とかなんやけど、うん、なんかもうやっぱり貧乏旅をするから、うんうんうん、もったいないね、うんうん、でそのタクシー代もったいないし、うん、ちょっとしか寝えへんのにもったいないし、うん、また戻ってくるのもったいない。めっちゃもったいない、うん、お金をこうね。貧乏旅やから。でまあまあその空港で、まあ、ありがたいことにベンチがいっぱいあるわけよ。あ、そうね、うん、でそこに寝れそうなベンチを探して、うん、コンセントの電源があればなお良しなんだけど、そこでもアイマスクして耳栓して、うん、荷物取られないようにして、うん、一泊するっていう。それ寝れるの？めっちゃ寝れる。マジで？めっちゃ寝れる。へー、
朝起きたら人いっぱいなんかチェックインとかのこの行列できてたりとかしてびっくりするもん。え、初めは寝れんかったとかじゃなくて、寝れるね、初めから寝れるすごいな。たまに死ぬほど寒くて寝れないってなるけど寝れます。じゃあ、ね、だんだん身についた力じゃなくてもともとってそうそうそう、だからあの旅してる時とかは、まあ、飛行機、まあ、LCC じゃないんやけど、うん、まあ、普通の航空機、まあ、飛行機に乗ったら、うん、あのブランケットでついてくるや、うん、あと枕みたいな薄いね、うんうんうん、クッションあれをちょっといただいて、うんお借りするんですわ、うん、空港入れるのね。あ、ほんとあかんねんで、ほんまあかんねんけど、うん、一応まあまあ持って帰ってはいいらしい、あそこまでは、うん、でまあ一応それをちょっと拝借して、はい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 、でそれを布団としてかぶって寝るわけ、うん、でまあ次乗るときにありがとうって言って、うん、帰るって、うん、なるほどね。そうそうそう、であれさ、でもさ、すごい薄いのにあったかいよね、うん、そうやね、そう、なんかこの薄さでさ、うん、なんか暖取れるって思うけど、そう、結構あったかいよ ね、 いね、すごいよねあれね、ほんまにね、できるよね、そう、なんで拝借するわけ多分旅人はみんなしとるそんなこんなんです、すみません、問題全然いかないあ、そんなんです、ね、はい、まあね、いろいろちょっと旅行のことも聞きたいんだけど、うんうんうん、まあとりあえずね、このどん、まあ、ちさみのことをねちょっと皆さんにね知ってもらいたいなと思うの で、はい、ね、これまでの人生とかもねちょっと伺っていきたいんですけども、はい、どうぞ、ね、どうぞどうぞでもさ、本当に、うん、このオープン、お店オープンさせて、はい、なんかすごいなっていうか、やっぱりこの出会った時にね、うん、出会った時はまあもちろんうつ病じゃなかったんだけど、うん、ちょっと経ってね、そう、ちょっとうつ病になってしまったので、そう、まあその時を知ってるから、そうやな、やっぱりその時を、うん、乗り越えてね、こうやってお店を出したことがね、なんか自分のことじゃないけどちょっと感無量っていうかありがとうございますもうありがとうございますそれはなんか本当に良かったなっていうか、うん、やっぱ人って変われるんだなっていうか、そうやね、そう、なんかすごいあの時のことを考えれば、うん、ね、そう、うん、なんかカンボジアから、うん、まあ、日本に戻らなきゃならんってなった時に、うん、まあ、いろんな国でどこ次にね、うん、どこ住もうかなってすごい考えてたんやけど、うん、こうあんまりピンとするのがなくて、うん、まあ、じゃ あ、 まあカンボジアとちょっと気候も似てるし、うん、今まあカンボ、なんだろう、海外に住んでたら手ぶら、うんうんうん、まあ、言ったらスーツケース1個で行ってるような状態だから、うん、まあ、どこにでも住めるってなる、うん、まあ、内地とかにおれば、ね、自分の家具がなんやらとかいろいろあるけど、うん、まあ、そういうのが全くないから、うん、まあ、今まで何回かこう一人旅で来てた沖縄にいつか住みたいって思ってて、うん、ちょうどまあ沖縄に来たわけ、うん、で、まあ、まあ住む場所もちょっと確保せなきゃいかんと思って、うん、まあ、寮があるホテルの就職を、うん、まあ、向こうカンボジアにいる時にまあスカイプ面接をしながら、うん、まあ、決めさせてもらって入ったんだけれども、うん、まあありがたい、なんですけれど、うん、びっくりするぐらい合わなくて、あ、まあ合う合わないあるよね、そうそうそう、うん、びっくりする合わなくて、びっくりするぐらい 2.5 ヶ月で体がドドドドドって本当に 2.5 ヶ月え、もうちょっとって言ってたけど、いや、そんなもんやったと思う、たぶん3ヶ月は経ってへんからな、たぶんな、いや、もうそれすらももう覚えてないぐらい、もうちょっとね、短すぎてね、3年ぐらい働いてたイメージあるけどねそうなんですよ、で1年ぐらいはいたかなみたいなイメージあるけど、そやろ、まあ、そんなもんか、そう、人間って潰れるのって早いなっていう感じはしたけどな、あの時に、でもまあ、なんていうの、やっぱりこの新しい環境にさ、馴染むってさ、想像以上にやっぱり自分が思ってる以上に、なんていう言葉、ダメージじゃないけど、やっぱりなんかエネルギー、うん、エネルギー使うじゃん、それがなんか、うんうん、自分で嫌とかじゃなくて、うん、でもなんか知らず知らずのうちにやっぱり使ってるってことあるじゃん、例えば道を、そうそうそう、ね、行くのにも地理が本当分かんなかったら、うん、運転するのにもやっぱり地元で運転する感じとは違ったりするから、うん、一つ一つがね、うんうんうん、じゃあなんかスーパーどこにあるんだろうとか、そういうところからやっぱり始まるじゃん、うん、ねえ、うん、そうそうね、ね、そうそう、なんかそんな困難で、うん、まあ、多分まあカンボジアがね、こう結構自由にやらせてもらってたりとか、うん、まあ、ちょっとびっくりするぐらい会社には入ってはいたけれど、うん、まあ、でもカンボジア人と仕事をすることってすごくやっぱりやりがいもあれば、みんなすごく親切だし、うん、まあ、ね、こう日本特有の人間関係のいざこざがないわけよ、結構さっぱりしてるからみんな、そう、まあ、悩むっていうのはやっぱり日本人スタッフとの人間関係に悩むっていうぐらいで、
そうだからねカンボジアの人たちとの仕事の仕方はすごく楽しかった、えーうんでまあ、それからまあこっち帰ってきて、うん、やっぱこう日本の社会というかね、うん、会社のあり方みたいなやつが、うん、久しぶりにちょっと目の当たりにしたら、うん、合わないってなってあーなるほどね無理かもってなったら無理でしたってなって、うん、っていう感じやね、うんうん、そっかそうそうそうまあでもね、うん、まあそうやって、うん合わないっていうね、うん、ことがあったからこそ、うん、なんか自分でお店やってみようかなっていう風な、うん、なんかきっかけになったりしたんじゃないかなっていやでも全然、はい、その時はやっぱり、うん、もう自分の精神が壊れてしまってて、うんうんうん、でパニック症にもなっとるから、うん、もうちょっと泣いてるし、うん、何もできなければ寮に、うんまあ、ちょっとおさせていただいてるから、うんうんうん、スタッフの人と顔も合わせれない、うん、あったらすごい気まずいし、うん、あったら元気そうやんって思われるガチやんか、はいはい、なるほど、うん、だからそれができなくてすごいやっぱり萎縮してたし、うん、外に出れないし窮屈な生活をせっかく沖縄にいるのにしてて、うん、でやっぱりねなんかちょっと合わなくてその、まあ、相手側の人とかにはちょっとやっぱこう恨み節とかもすごい考えたりしたけれど、うんうん、まあなんかあの時はほんまに大変だった。だから大変だったね。その時に唯一のエイミーがいたから、うん、めっちゃ救ってもらってそうそうそう、まあ、家族もこっちにいるわけでもないからねそう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 、まあ、あの時のエイミーは非常にもう、うんうん、多分今までの人生助けてもらったってすごい思っとる、うん、ありがとうございます。公共の電波を使ってそんなこと言われてありがとうございます。本当に思ってます。そうでもなんかありがたいことにそれで傷つける人もいれば、うん、救う人もいるんだなっていうことをすごい学んだっていうのはある。ああ、うん、なるほど。そうそう今いいこと言うとね、うん、そうね捨てる神あれば拾う神あれみたいな。そういうことそういうことそうそうそう。でまあその私がもうなんか、うん、まあ言ったら、うん、ちょっともう本当こう恨んでるみたいな感じのことを言っても、うん、エイミーはもうなんか、うん、ね時間に任せんしゃいって、うん、もう広島弁でね、うん、そうそう そんななんかね、うん、恨みをしてもじゃけ、うん、あのよくなんかちょっとおかしくないじゃけみたいなこと間違ってる間違ってるとりあえず言いたくてとりあえず言いたいでまあそういうことを言ってくれたから、うん、まあねなんかこう、うん、自分ではちょっと抑えることもできたり、うんうん、他の方に気持ちをこうね、うん、持っていこうということができたから、うんうん、話を聞いてくれて、うん、アドバイスをくれて、うん、なんか、うん、無理にこの頑張れって言わない、うん、エイミーに助けをやめっちゃ涙が出て、うん、いやね大変だと思うね、うん、情緒不安定がいや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 でも本当ねちょうどティッシュがあったすいません。いやでもねそうそうこうやってや本当にあの時私もやっぱすごい辛そうなの見てて、うん、やっぱりね友達としてもこのこう未来ね、うん、あのやっぱりどうなっていくかなってねやっぱり心配なのは心配で、うん、そうやな、ね、だけど本当に見事にね見事にあの自分でね復活してねびっくりしたねお店出して、うんうん、本当それは本当すごいなってありがとうございます。本当、うん、すごいなって思う本当思ってます。でもこれも、うん、まあね、なんかカンボジアから来てこうやって沖縄で住んで、うん、沖縄で嫌なことがあったけど、うん、でも最終的にここまで上り詰めれた、うん、上り詰めたっていうかね、うんうん、あの達成ができたのは、うんうんうん、沖縄の人のおかげだったりもするからなるほどなるほど。そうなんかこうやってアクセサリーを始めて、うん、それを手に取って素敵や言ってくれる、うん、お客さんがいてそれが沖縄の人がやっぱり多いでしょ、うん、だし、うんそのまあ、自分がうつ病ってことをいろいろ普通に公表してるから、うん、私は、うん、たら、まあうん、沖縄の人がなんか、うん、あのまあなんかなる恥ずかしいごめんねみたいな、うんうんうん、だけど沖縄のことは気にならないでくださいみたいな、うん、ちょっとあの AKB みたいなね、うん、あっちゃんみたいなその人は嫌いになっても沖縄のことは嫌いにならないでくださいってすごく言ってくれてそれが言いたかっただけじゃないですか持ちネタですそうでもまあそういうので、うん、あの沖縄の人、まあ、あと出店する時にも周りの子の、ね、いっぱい出店者がいて、うん、その人たちが優しくしてくれたりとか、うん、励ましてくれたりとかそうだね言ってたねそれもね、そう相乗効果でみんなでこう、ね、楽しくしたりとかするのを見てて、まあ、そういうのをこう目の当たりにしたり経験したことで、うんまあ、沖縄にやっぱ行ってたいって思ったし、うん、そしたらまあどん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 こうイベントにたくさん出て、うん、お話ができる沖縄の人たちも増えて、うん、知り合いいっぱい増えて、うんまあ、こうやってあのお店やりませんかっていう声をいただくことができたから、うんうん、もうあのやっぱり沖縄に住めたことが、うんまあ、いろんな経験ができたのでね、うんうん
もう感謝しかないですよね。もう今だったら本当こうやっていい方向に持ってくれたから言えるけど、うんうん、まあね、まあ、うち病院させてくれて、うん、まあありがとうぐらいな感じで、うん、今なら言える、うん、あの時は口が裂けても言いたくないって感じだったけど ね、 気持ちで思ったらええよって言われたけど、うん、気持ちですら思いたくないし、うん、なるほど、うん、やっぱうまくいってるそのまあ言ったら加害者じゃないけど、うん、そっち側の人ことの人生をやっぱり潰してやりたいと思ってしまうから、うん、こっちが今大変やったら ね、うん、だけどやっぱり時間が解決してくれるっていうのは本当なんやなって思って、うんうん、だから今は、ね、そういう人ももしいるとしても、うん、まあ、ちょっと今はこう自分と向き合いながらとか、うん、自分が今やりたいことをまずやればいいって思うんです、うん、できなければ家でゆっくりすればいいし、うん、私はウォーキングとかランニングをして体を動かして、その時はもうちょっと痩せてたから、うん、大丈夫、ラジオだったらわからないYouTube ならわかるそう、だからなんかこう、うん、何やろ、まあね、神様がくれた休日やと思ってる人は過ごしとって、うん、まあね、あんまり人に会うたら元気やと思われたら嫌やなと思いながらも、うん、いろいろ観光地とか行ったり、うん、聖地やって言われることとかいろいろ行って過ごしてたりしてたから、うん、今はあれば、まあ、いろんなどんな人よりもなんかこう観光のこととかめっちゃ詳しいかもしれんって思う、うん、なるほどなるほど、うん、あ、じゃあそっか、ね、今苦しんでる人がいたら、うん、なんかやっぱり働かないといけないんじゃないかとか、そういうことをね、何々するべきじゃないかっていうのをね、うん、一旦置いといて、うん、自分の、ね、うん、気持ちを休めたり、そうそう、ちょっと自分がなんかこれだったらできそうと思うことをやれば、うんうん、やりたいと思った時にやればいいと思う。なんかどうしてもこう仕事休んでると疎外感とか、なんか自分だけなんかちゃんとなんか仕事もしてなければ、うん、人生ちゃんとなんかね、遅れてないってやっぱ思ってしまう、うん、私も思ってたし、なんでこんなことになってんやろみたいな感じやったけど、まあ、休まなあかんって言われとるから、うもうね、素直に休めばいいと思います。なるほどね、うん、そしたら元気になってきたら、やりたいことがちょっと出てくるはず。私はそうやったし、うん、だから今一時停止したらいいと思います。うん、私が経験してそう思ったので。なるほどね。うん、そっか、じゃあ、うん、振り返ってみたら、うん、そうね、今はどんな、今は、うん、やっぱ一番自分がやりたかったのがバイヤー職で、うんうん、大学卒業してから10年間アパレル会社にいて、うん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 、でその時に、まあ、おしゃれのお手伝いがしたいっていうので、うん、まあ、お洋服を販売をしてて、うん、でその時に、うん、なんだろう、その時は、まあ、百貨店のブランドで、うんうんうん、販売をしてたんだけれど、うん、なんですかね、なんかこう、うん、まあ、VMD って言って、うん、この展示をするレイアウトとかをするのをいじるのが好きだったりとか、うん、まあ、やっぱり今もそうです、 お洋服とか色合わせとか、うん、その人に合うコーディネートとかをするのがすごい好きやって、うん、でそれで、うん、なんだろう、まあ、旅するのも好きやから、うん、ゆくゆくは、まあ、お洋服じゃないんだけれど、うん、まあ、自分がその国に行って、うん、そこの国の手作りの、まあ、手仕事ものとか、うん、かわいいものを集めて、うん、それをまあお店で販売しながらとかしたいなっていうのは今これから思ってるんやけど、うん、まあ、それができる入り口が今お店としてできてるわけだね、うん、もう幸せの話をね、触れて、うん、でもね、でも今からって言ってもさ、もう結構手作りのね、うん、ものとかもう置いてるよね。そう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 、今はお店、うん、まあ、沖縄、うん、旅手仕事っていうのを、まあ、サブタイトルにつけてるんだけど、うん、沖縄に関しては琉球の工芸品を、うん、扱ってる、うん、まあ、やちむんだったり、うん、藍染めだったり、うん、あと鈴工芸って言って、うん、そう、なんか昔100年前ぐらいに一回廃れてしまった鈴工芸っていうのがあって、うん、でそれを今、うん、研究をしながら、うん、作品を作ってるっていう方が、うん、上原さんっていう方がいるんだけど、うん、そこの、まあ、今沖縄で一人しか鈴工芸はしていなくって、うん、その人の作品を置かせてもらったりとか、うん、鈴工芸ってどういう工芸品なの？あ、ね、うん、今うちでとっても人気があるのが一輪差しっていうのがあって、すっげえちっちゃいんです。なるほど。すっげえで、すっごいちっちゃい一輪差しなんだけど、すごく重量感があって、うん、でそこに一輪を、まあ、うん、長い例えばガーベラとかを置くでしょ、うん、でちっちゃいものにでかい長いガーベラってなると、うん、なんかバランスが悪くて倒れたりするんだけど、うん、すごいそのバランスがうまく考えられてて倒れないんですよ、うん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 、で鈴っていうのは、うん、まあ
いたら銀色みたいな色なんだけれど、うんうん、周りの、うん、あのものの色と同色化するっていう、うん、特色があるらしくて、うんうんうん、だから例えば黒の、まあ、何かこう板の上に置いたら黒色と同色して、うんうん、でお花が綺麗に見せるみたいな、うん、そんな役割もあるらしい、うんうんうん、であとなんか水が腐りにくいっていう、うん、なんかあのまあ効能があるのかわかんないけどね、うんうんうん、特徴があるのか、うん、でなのでうち今置いてるやつ2ヶ月半ぐらいずっと生きてるやつあるから、ね、え水を変えなくて、あうんうん、うん、水は変えれんだよ、ね、うん、吸っていくからなくなるからそうだよね、そうそうそう、そんな海出るもんじゃないからな確かにそうそう、だから、うん、そう海水をまあ入れても、うん、まあ結構ふ1日2日で結構水ってすぐに腐ってしまうから、あそうだよね、うん、でもそれが腐らない、うん、だからどんどん綺麗な新鮮な水ばっかりがこうあのお花に行き渡ってお花が長生きするっていう、そうそうそう、そういうのが、なるほどなるほど、うん、じゃあ水は変えるけどその変えてない時の水が新鮮、うん、割と新鮮なまま水、そうそうそう、あのお花の方に行くよっていう、そういうことする、なるほどなるほど、うん、そういうちょっと珍しいものが置いてたり、本当だね、うん、そうで、あとまあ私 の, そ の, あのオリジナルのものとして、うん、琉球工芸アクセサリーって呼んでるんやけど、うん、あ今ちょっとここに、うん、なんとここにありますね、ね、ですね、うん、あの藍染め、藍染め、琉球藍の藍染め、うん、今これは、琉球藍染め直売店さんっていう方がいて、うん、加藤直也さんっていうんですけど、うん、ヤンバルであの藍染めしてる人にずっと布を染めてもらって、うん、でトップの部分がヤチムンなんですけど、ヤチムンはうるま市の小鳥野さん、うん、結構、県内外人気のファンが多い作家さんに作ってもらって、うん、だと、月桃染め、福木染めは自分で染めて、うん、それを組み合わせたチャンプルアクセサリーっていうのを自分で作ってる、うん、そう、これは結構もうオリジナルで、うんうん、一番おすすめしているもの、うんうんうん、ね、映像で見れる方はね、見れ、あれなんですけど、もし音声で聞いてる方はね、後で、ね、ケタールのインスタとか ねぜひね、はい、インスタとフェイスブックと、うん、以上以上、うん、はい、それをやってるので、それでチェックしてもらったらアクセサリーね、はい、載ってるので見てもらったらいいなと思うんですけど、そうですね、すごいね、すごい本当におしゃれで、セレクトショップなんですけど、ヤチムンもすごい可愛いの置いてあるよね、うん、そう、うん、自分が好きな作家さん、まあ、私基本的に一回使ってみるんですよ、その作家さんのもの、うん、で、うん、使いやすいなとか、うん、口当たりいいなっていうのを見させてもらって、うん、でその作家さんにお話を、うん、まあ、こうちょっとまあ話を何、うん、まあ、どれぐらいか、まあ、1時間2時間で喋って、うんうんうん、合いそうって思ったら、うん、うちでぜひやらせてもら、なんか取り扱いさせてもらえませんか、うん、っていうお話をさせてもらっているっていう、うんうんうん、ちょっと上からで申し訳ないですけどなんかやっぱりこう仕入れに行く頻繁、ね、うん、行く頻度とかも増えていくので、うんうん、やっぱり人間関係大切じゃないですか、うんうんうん、で苦手な人のところにちょっと仕入れは行きにくいからなんかやっぱりこうね、仕入れに行きたい、話したいなっていう、うん、方と、まあ、お仕事をしたいなって、やっぱり人間としてのお仕事をしたいなと思って、うん、まあ、基本的に好きな作家さん全員入れてますけどね、うん、だけどね、なんかその沖縄に、うん、住んでる方とかでも、うん、例えば旅行の方じゃなくても沖縄に住んでても、うん、私もすごいね、ヤチムン好きなんだけど、うん、やっぱヤチムンのデザインってすごい可愛くて、うんうん、結構この作品もいいな、この作品もいいなっていうのがあるけど、うん、やっぱりこの作家さんはじゃあ読みたんでやってるとか、はいはいはい、この作家さんは、うん、専門店というかね、自分のその工房みたいなのが、うん、じゃあ南の方でやってるとかなったら、うん、やっぱりまあこう一気に見れないかったりするし、はい、まあ、その共同販売所みたいなのねあったりするけど、うん、そうね、なんかよりもっとその人の作家さんのものを見たいってなったら、うん、やっぱりその専門店に、うん、行かないといけないってなるけど、結構ね時間かけていかないといけなかったりするから、そうそう、うんうん、なんかこうセンスがある人がセンスのいいものをこのお店の中に集めてくれてると、こっちもなんか、うん、ね、いろいろ行く手間が省けるっていうか、うん、すごい便利だなって、うん、そう、うちは、うん、本当に、北は大宜味村の工房の方、うん、はい、大政さんって言って、うんうんうん、大政さんのちょっと入れさせてもらったりとか、うん、もう
うるましでしょ、うん、読みたんでしょ、うん、まあ、このいろいろこの各地のやつをうちに一気にあるから一気に南で見れますっていうのは結構売りというかね、うん、楽しんでもらえるポイントかなっていうのは思いますね。結構このねピアスも自分でね染めてて染めてる、ね、大変、うん、なんかこれはやっぱりこの手作りならではの出せる色っていうことなんだよね、うん、そう、うん、あの月桃は本当に、うん、結構月桃のアクセサリーとっても人気で、うん、でまあ生地がなくなるから、うん、まああの年末ぐらいから染めてたんだけど、うん、自分の思う色に全然ならなくって、うん、できたの2ヶ月後のこの眉がね、うん、そうね、すごいね、まあ、手間暇かけてね、2ヶ月かけてやっといい色が出たからアクセサリーにしましたみたいな感じ。なるほど、そう、手間かかりますね、研究しながらやってるから、それだけねこだわって色も追求して、ね、作ってるってことだよね、うん、なんか一回びっくりするぐらいグレー色になって気持ち悪ってなって染め直すとかあったけどそう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 いろんなやり方があるからね、うん、そう、その時その時でその気候とかもなのかわからないけど、うん、同じことをしてても同じ色にならないので、うん、そう、もうその色になるまで一生懸命何回もやるっていう感じですね、うん、まあ、でもわかる、あのやちむんのね、うん、食器とかで、うん、あのやっぱ同じ作家さんの同じデザインのものでも微妙に違ったりするから、違う違う本当に、ね、うん、だからこのピアスも、うん、やっぱりこの自分の気に入った色みたいなのがね、そう、多分あると思うのでね、うん、ぜひね、おすすめです。なんかこれいいかもって思った時に、うん、ぜひ手に、ね、本当だね、はい、取っていただきたいなという、うん、そうだよね、その時にしかないものだからね、そう、確かにね、そうです、うんうんうん、なるほど、はい、じゃあ、はい、あ、じゃあ、あ、じゃあ先にここで一旦 CM に行きたいと思います。はい、はい、一旦 CM です。止まってる。急に CM に入る。急に CM に入る。全部喋れんの、やっぱり全部聞けれんの一番大変だった、これと、うん、一番大変だった時期でも喋ってね、あ、ほんと、うん、もう、うつ病の話でいっぱい、ああ、そういうことね、どれ行き、どれ行きたい、いや、なんかカンボジャの話と、うん、あと、でもなんか食べの話聞いてほしいな。オッケー、うん、最後、うん、5分ぐらいで、3分ぐらいで、あ、そうやって忘れてた、うん、そんなに長くないよ駐車場忘れてるやつ場所も軽く言ってもらってまだ邪気が出てるなんなら普段よりなんか興味もなくえ、ちゃんと喋れてます私、大丈夫、全然喋れてる、うん、なんか喋りたい、なんか何やろう、多分テーマと全然違うこと喋ってる気するわ、うん、ジャンさん大丈夫、バッチリです、あ、ほんまかいな、 CM 開けますのでよろしくお願いします、田辺恵美子のスペシャリストにインタビューをお届けしています。後半も沖縄南城市にセレクトショップをオープンさせた佐藤千民さんにお話を伺っていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、はい、ではまあ、ではまあではまあもうちょっとねお店のことね、そうね、商品のこととかね、はい、もうちょっとね詳しくお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、お願いします。じゃあ今沖縄旅、うん、手仕事、うん、
の中の沖縄の部分とまだそこしか入らないね。序盤しか入ってない。じゃあね、他に沖縄のもの以外にも、はい、カンボジアのものとかも置いてるんだよね。そう、うん、今はね、ちょっとコロナで、うん、そのさっき言ってたバイヤー職やりたいって言ってましたけど、うん、海外行くことができない。うん、で、まあ今はその、うん、沖縄に来る前にカンボジアに住んでいて、うん、で旅行会社に私勤めていたので、うん、その時になんかめっちゃなんかすごい笑いそうな顔しながら見てます。なんかめっちゃニヤニヤしてる。すごい見つめられてるなと思って。そう、ごめんごめん。で、カンボジアで、うん、学生さん、例えば高校生、大学生とかの、うん、学ぶっていうスタディーツアーっていうのがあって、うん、まあ、孤児院に行って、うん、まあ、ね、まあ、孤児の子たちと一緒にしゃべ、なんか遊びましょうとか、うんうん、なんか、まあ、いろいろこの沖縄の、まあ、発展途上と言われているところに行って、うん、どういうものかっていうのを勉強するようなツアーというのがあるんですよ、うん、でそれを、うん、まあ、旅行会社なのでツアーを組むっていうことをやってたんだけれど、うん、でその時に、うん、まあ、例えば、村の子で、うん、まあ、勉強が、まあ、ちょっとおうちの家庭の事情で学校に通えなくって、うん、でまあ、そのちょっと大きくなってからも、うん、まあ、家庭が大変だから経済的に厳しい、うん、自分が働かないと家族が養っていけないっていう子たちは女の子たちなんだけど、うん、集めて、うん、まあ、日本人の方がオーナーでやっているのにめっちゃ笑ってる。そうそうそう、まあ、自立支援の、うん、訓練学校みたいなところがあって、うん、でそこで、うん、作られているイグサグッズ、イグサのエコバッグだったり、うん、ノートブック、うん、とあと、まあ、サンダルっていうのを私、まあ、扱わせてもらってるんですけど、うん、全部手作りで作っていて、うん、でそれを手作りなんだね。手作りなんですよ。これ手織りっていうか足織りっていうか、うんうん、もう折ってちゃんとそれを、まあ、でチーム制でここやっていて、うん、例えば、まあ、イグサをまず商品できるかの選別から始まるんですよ。選別をするチーム、うん、でそれを色が入っているので、うん、色を染めるチーム、うん、でその折る、うん、で折ったものを切るとか、うん、でミシンをする、うん、で最終的に、まあ、タグをつけるだけとか、うん、検品する人とか、うん、全部チーム制になって、うん、そこで、リーダーとかサブリーダーっていうのを決めて、うんうん、その人らがまた下の人を教えていくみたいな、うん、でまあ、そういうので、まあ、社会的な、まあまあ、社会とは何かみたいなものをこう知識を教えていって、うん、大体2、3年、3、4年ぐらいかな、うん、そこで、学んで、うん、で卒業する頃にカンボジアの一般企業に、うん、ちゃんと就職を決めて、うん、卒業っていう形をとっている、うん、団体さんがあって、うん、そこのものを取り扱わさせてもらっている、まあ、言ったら、まあ、カンボジア人のためになって、うん、手作りで、あと、まあ、ストーリー性があるものっていうのを、うん、私今はこの今仕入れさせてもらってるカンボジアの商品として、うん、はい、決めてるものですね。なるほど、うん、なんかねこのカンボジアの商品を、うん、このまだお店を、ね、出すとかそんなのことが全然決まってない時に、はい、なんかちさみんがね、うん、いつかこのカンボジアのにお礼がしたいって言ってて、あ、言ってた、言ってたよ、言ってた言ってた。それで、うん、このなんかざっくりと自分のお店を出せたらいいなみたいな話を、してくれた時に、うんうん、カンボジアの商品も扱ってなんか自分がすごいカンボジアのにすごいお世話になったから、うん、うわめっちゃ泣けるわ、うん、自分が言ってたことやけど、ね、恩返しができたらいいなっていうことで、うん、言ってたのが、うん、これまたね自分の思いをこう形に、ね、してたことがねすごいなと思ってて、うん、で本当にそうやってね今、うん、カンボジアのものを扱ってるお店が、うん、ここだけだったかな、ここだけだったね。ここだけだったね。このイグサの商品に関しては、うん、今カンボジアと、うん、あとデザイナーがこれ台湾の方がデザインをしているので、うん、台湾と日本はうちだけっていうので、だよね、日本でここだけなんだよね。そうそう、カンボジアまで行って、うん、取り扱いさせてほしいっていう交渉をしに行ってやらせてもらってます。本当にこのセレクトショップっていうかね。そうね、ね、そうなんか、うん、今百名、うん、まあ、南城の百名って前言うたら
ね、うん、まあ、南の柱辺には当たるので、うん、 そうね、まあ、そこの場所までわざわざ来てくださって、うん、手に取りたいっていうものがないと、うん、なかなかちょっとお客さん来にくいと思うんですよ、うん、場所としても、うん、だから、うん、まあ、うちのお店でしか取り扱ってないもの、うん、でしかもちょっとこのおしゃれなものとか、うん、あったかいものっていうのをご用意して楽しんでもらえればなって思ってやってます、うんうんうんね、だけど本当その思いがこう、やっぱりみんなに伝わるのか、やっぱり、ね、うん、南の方にあって、ね、こうすごい便利がいいところにあるわけじゃないけども、うん、みんなね、このケタールに置いてあるものを求めてね、すごく、ね、ありがたいよね、本当にたくさんのお客さんが来てくれてる、うん、来てくださってるみたいでね、うん、毎日ね、毎日手合わせてるもんありがとうこんな場所までありがとうって言いながら、でもね、すごい海とか近くて、結構その周辺にもね、うん、いろいろ観光するとかカフェとかもさ、すごい多いじゃん、あるある、すごいたくさんあるよ、ね、うん、ね、だからいいよね、このちょっとカフェとか行って、うん、観光したついでにそういう、ね、セレクトショップ行くっていうのも全然この沖縄の人も、うん、旅行に来た人もね、ありのコースなんじゃないかなってね、そう、まさしく、ね、英語というは、うん、ほんまそう、うん、そう、なんか南城ってな、うん、残念ながらあんまりショッピングするとこなくって、うん、で私もこう住んでと思うんやけど、うん、ちょっと何かこうギフトを買いに行きたいなとか、うん、ちょっとお買い物したいなっていう時にない、うん、で、まあ、今回こうやって、まあ、うん、お店を出すチャンスをいただいたから、うん、まあ、そういう、まあ、セレクトショップとして今出させてもらっているんやけれど、うん、まあ、それを、うん、まあ、カフェをついでにとか、こっちがついでにどっちでもいいんですけど、うん、南城に来る、うん、機会を増やしてほしいなっていうのがあるっていう、うん、とってもいいところだし、やっぱり、まあ、いたらここ普天間とかね、宜野湾とかってすごい車多いし、すごい街でたくさんショップもあるし、いいんだけれど、ちょっとこう外れた南城に来てもらうとすごいやっぱ静かやし、渋滞知らずやし、まあ、やっぱりこう沖縄やなって思うような景色がいっぱいあるから、自然がねすごいあるもんね。そうそうそう、南城市はどこでもかんでも建物を建てていい場所ではないっていう、なるほど、ちゃんとそういうなんかあるみたいで、うん、お家でもどこでも建ててはいいわけではないって言って、警戒とかをすごく景観か、うん、大切にしてるしっていうのを聞いてるから、そうだからこそちょっとねお休みの日とかは、うんうん、ちょっと遠出してもらって、そう、ね、天気のいい日とかね、南城にドライブ行くだけでも楽しいよね。そうそう、めちゃくちゃ楽しいはずやから、ね、でなんか改めてこの沖縄の自然の良さとかを、うん、そうね、うん、感じてもらえたら、本当だね、でついでにうちの店に来てくれればとてもいい、うん、そうそうそう、ね、だけどあれ、うん、駐車場とかも結構広そうで、めちゃくちゃ広くて、ね、心配なく止めれる感じに、ね、そうそうそう、もう何十台でも止めれるような空き地を用意してくださってます、あります、そう、ね、うんうん、で場所とかはね、はい、インスタとかの方にも載ってるので、そちらでね調べて行ってもらえればと思うんですけども、はい、そうですね、うん、でツイキャスからコメントも来てますね。小山キャスパル兄さんから、ありがとうございます。キャスパル兄さん、秋葉原のメイドカフェからこんばんは。こんばんは、ショップに行ってみたいなというと、来てください、すごい嬉しい、おいでやす、秋葉原から、ぜひぜひ来てください。お待ちしてます、うんうんうん、見つめ合う二人やばい、見られた本当にね、かわいいね、商品いっぱいあるので、はい、本当にね、ぜひぜひ、全国の方からね、来てほしいなってね、ショップの案内のリンク、ツイキャスの方には貼ってありますので、皆さんそこからチェックしていただければ。ありがとうございます、ありがとうございます、さすが、仕事ができる、さすがありがとうございます。でもさ、でもさ、ちょっと疑問っていうか、うん、単純な、うん、カンボジアってさ、はいはいはい、なんか行ったことないんだけど、うん、なんかどんなところなのかな、ご飯とか美味しいの？ご飯めちゃくちゃ美味しくて、なんかみんなこのやっぱ東南アジアってすごいこのね、うん、タイのイメージが強いんやけれど、うん、例えば一つのこの白米に関しても、うん、タイってパラパラしてるお米のイメージが強いと思うんやけど、うん、カンボジアってすごい高級質なご飯を作っている、うんうんうん、土壌がすごい超えてるから、うん、すごく美味しいジャスミン米っていうのが取れるんやけど、おー、ジャスミン米、まあ、この人は、うん、そのパラパラしてるのではなくって、うん、どっちかいうと日本米をちょっと固めに炊いたような、うんうん、なので、うんうんうん、そのご飯が美味しいから、うん、ご飯に
合うおかずをちょこっとと、うん、食べる感じっていう。あ、なるほどね。美味しいよ。辛くない料理もすごく多いし、なんかね、多いしってことは基本辛いってこと？辛いのもある。辛いのもたくさんあるけど、結構あるんだ。私は辛いのが苦手やから、辛くない料理をたくさん食べてて、すごい好きやったのがカンボジアバーベキューっていうのがあるんやけど、なんかジンギスカンみたいな、鍋で、上で肉焼いて、でその溝がある鍋なんやけど、下が。でその溝のところになんかだしみたいなの入れてくれて、葉っぱものとか、魚介とかをそこで鍋みたいにして食べて、だから鍋と焼肉が両方食べれるカンボジアバーベキュー。美味しそうですね。美味しいの。しかもその焼肉のなんか言ったらね、そのバーベキューの肉焼くやつも、肉も牛肉と、まあ、豚肉、鶏肉もちろんあるんやけど、あとワニもあるんやんか。ワニ？ワニって美味しいの？あ、ささみみたいな感じ、 あっさりしてる。へー、美味しい。結構それ観光客用の、まあ、レストランもあれば、ローカル用やったらもう全部ビュッフェみたいに自分で取って好きなやつ焼いてみたいな感じでやるんやけど、めちゃめちゃ楽しい、美味しいし。へえ。カンボジアってあれね、アンコールワットのところ。あ、そうそう、アンコールワット。アンコールワット、地雷、猫ひろし、三大カンボジア。もう本当、猫ひろしさん頑張ってますからね。ですね。ちょっとオリンピック選手に今回慣れてるのがちょっとわからないんだけど、前のそのオリンピックの時に、まあ言ったらね、最終、まあ言ったらドベから2番目ぐらいでゴールをして、まあ言ったらそんなにいい成績ではなかったよね。でそれを、まあ、普通いろんな国がいて、それを、まあ言ったら国を侮辱してるって言うてもおかしくないような、まあね、結果ではあったんだけど、ゴールをした時に猫ひろしってこう、みんなこうね、手拍子で煽って最後ににゃーって終わるっていう、あれを、私カンボジアに行く前やったから、カンボジアの人ってどう思ってんやろうと思って、何人か聞いたことがある。あのにゃーは何やったやろって、どう思ったって言ったら、みんな、彼はヒーローだって言うわけよ。あ、そうなんだ。すごい、そうそう。あれでカンボジアっていう国を、なんか知ってもらえた、アピールしてもらえたから、彼はすごいみたいな感じやって、でまあね、ほんとこの、まあ、中東とかそういうところをやったら、まあ、首切られたりとかするとこもあるやんね。そう、いい結果が載せなかった時に、そういう国もあるから、どうなんだろうと思ったら、もう本当にそういう好印象で、いや、よかった。ヒーローやで、すごくない？捉え方をするような、人種の人たちだから、まあ、住みたいとも思えたし、そっかそっか、優しいんだね。いい国やなと思う。なんかいい人がいすぎてすごい損する国だなって思いながら、逆に思った。住んでていいとこっすよ。ぜひ行ってほしい。なんかね、アンコールワットをイラストにしたなんかビールみたいな、ね、なんか見たことあるような。あ、そう、なんか向こうはもうアンコールワットが、まあ言ったらこっちの首里城みたいな感じ。あ、なるほど、なるほど。もう本当にもうね、自分たちの命、心みたいな感じで、アンコールビールというのがあって、缶にもアンコールワットがドーンって乗ってるんやけど、みんなまたそういうのをちょっとこう、どっちかというと味的には水っぽい感じ、まあ、熱いとこってみんな、ね、まあ、そうよね、そう、オリオビールとかもそうなんだけど、でその水っぽいビールにさらに氷を入れて飲むから、それ大丈夫、全然弱んっていう。でもまあこっちもそうじゃない、なんかオリオビールって結構薄っぽい、あ、なんかそうですね、大事な人ってみんな言うよね。だけどさ、なんか新しいやつがさ、出とって、なんかオリオンビールの桜、プレミアムみたいな、なんか桜のね、今、はいはいはい、飲みました？僕大好きです。え、ね、美味しかった、はい、あれペルエールって言って、黒ビールとちょうど白ビールの間ぐらいの、ちょうどいい味付けされてる種類なんですけど、すごい美味しいです。ね、なんか普段のよりもちょっと濃いめじゃないですか。そうです、そうです。ね、名古屋ビールほどちょっと濃くはないんですけど、でも香りが華やかに出るような味付けのされ方してますよね。そうそう、なんか結構ね、私の周りもあれ、なんか、何その普通に飲むようにしていつも買ってるみたいな友達も、常備してるんだ。そうそう、常備してて、なんか結構人気みたいで、なんか期間限定なので、そう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 、もしかしたらレギュラー化するんじゃないかなって期待してるんですけど、ちょっとレギュラー化してほしい。でも桜の
時期やから桜がないとあかん。あ、そうなんですよ、ね、はい、あれね、そうそう、じゃあやっぱり季節的なものもあるからやっぱ、うん、ねえ、あれできないのかもしれないけど、だからこそちょっとね、うん、今ね、はい、ね、今色も可愛いから。そうなんですよ ね、うん、そうそう、美味しかった、ね、グラスに注いでも結構色がついてるので、そうそう、はい、なんか割と透明なグラスに入れて、はい、飲んでほしいなみたいな。本当や ね、うん、あら、ちょっと帰りでも買って帰るおすすめですよ、うんうんうん、本当にしっかりフルーティーな香りしますからね、うん、ねえねえねえ、うん、僕もお酒好きなので、うん、ちょっと語ると長くなります、ね、急にキャーさんめっちゃ出てきたから、はい、いい話でめっちゃ盛り上がるってしかもすごい分かりやすいしわかりました、ね、わかりましたってなるほど、はい、うん、そんな感じですね。そんな感じ、うん、まあ、海外のこととかもね、ちょっといろいろちょっとだけじゃ聞こうかな、うん、ね、うん、はい、すごいね、数言ってるけど、そう ね、 ね、なんか、うん、やっぱりさ、たくさん行くと変わってくるの、旅行の仕方とかも。あ、全然変わると思う。あ、全然変わるんだ、うん、あの、うん、なんか行けば行くほど、うん、より、うん、なんだろう、危ないことをしなくなったって感じ。ああ、そう、うん、なんかやっぱりこの、そう、あのね、うん、やっぱりこう世界一周の旅に出た時に、うんうん、さだって言うけど本当だよねなんかいろんな、なんか旅人の話とかも聞いたり、うん、その時にニュースが入ってきたりとかするわけよ、うん、で、なんかまあ南米をね、ちょっと旅してる時に話聞いたのが、うん、なんか新婚旅行で中米にガラパゴスに行くってなって、うん、でガバラパゴスのエクアドルかな、うん、にいたご夫婦さんが、うん、タクシーに乗ってレストランかどっかに行くかなんかって、うん、で流しのタクシーを拾ってしまったって言ってね、流しのタクシー拾ってそこの場所まで行ったら、うん、まあ、言われてた値段より高く値段を請求されて、うん、でその男性の方は、女性の方は全然海外旅行とかあんまり行ってなかったんだけど、うん、男性の方はすごい慣れてて、うん、でそのタクシー運転手にめちゃこう逆らってまあまあわーって怒って、うん、まあ、喧嘩になった、うん、そしたらそのタクシー運転手が銃を持ってて、え、バンってされて、あ、え、されたの？そうで、男性亡くなった、うん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 、でそのお嫁さんだけが残ったっていう事件とかをやっぱりこう旅していろいろ聞くわけよ。やっぱあるんだね。そうで聞くと、だからまずその中米とか北米とか、あ、じゃあそうそう、中米南米とかで流しのタクシーを乗るってまずありえない話だし、私はエクアドルは行ってないけれど、エクアドルってやっぱりすごく治安が良くない国だから、まあもう夕方ぐらいになったらもう宿にいた方がいいっていうような場所だったりする。そうなんだね。そうだからやっぱりそういうことをいろいろ聞くと、まあ、ちゃんとやっぱりその国に行くんだったらその国の情勢を知らなきゃいけないし、文化も知らなきゃいけないし、まあね、あと一個通り挟んだら危ないですよとかそういうのがあるんだったら、ちゃんとそこをやっぱ知った上で行くのはまあ当たり前やと思うし、私は女一人旅でいつも行くから余計そうだけど、うんうん、そうだよね、夜で歩かない、早朝で歩かない。あ、早朝もなんだ。あ、早朝危ない危ない。早朝危ないんだ。早朝危ないよ。早朝は良さそうって思うけど違うんだね。モロッコで、モロッコのスークって言って市場があるんだけど、そこに日本人の女の子がたまたま出会って話を聞いたんだけど、朝一でちょっとそこを散歩しようと思ってしてたら、後ろからいきなりこう、なんだろう、なんかされて、何をされたか忘れたんやけど、気絶させられて、で、起き上がった時には周りに男の人がいっぱいいたらしい。怖い。で、なんかごめんなってみんな言ってるからなんやろと思ったら、私服警官だったんだけど、気づかなくて襲われてしまったっていうことがあったんやけど、だからまずでもやっぱり人通りが少ない早朝にそういうとこに行くのはありえへんから、うん、そういう基本的なこととかを気にし、なんか知識がどんどん増えていくから、うん、だから余計気をつけてる気がする、うん、余計ビビりになってるし、そう、なんか変に海外強いから俺大丈夫とか、うん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 、ちょっとぐらい大丈夫とか、うんうん、なんか日本感覚で行ったりとかしてたら絶対ダメだなって思う、うん、そうなんだ、うん、へえ、なるほどね。そっかそっかいやでも本当にね、こんだけね、海外旅行も行かれてるからね、うん、ちょっと次回ね、もう出演はもう決定です。そうそうそう今度
あの、ねうん、世界一周航空券とかあるから、うん、そういう話とかできたらいいねえ。ほんと世界一周の話もめっちゃ聞きたい。ナイス。そんなんがあるんよ、そうねえ、それ私もすごい聞きたい。うん、うん、ね、次回はね、あの海外編ということでね、またね、ちょっと、ね、引き出しいっぱい出てもらいましょうね。あ、じゃあそろそろね、ちょっともうお時間なくなってきたので、はい、最後にお店ね、あ、こと、うん、あのこれからのこととか、ね、今なんかあのイベントをしてるんだったっけ？明日から、うん、明日からあの、うん、ポップアップといって、うん、展示販売会、うん、10日、この放送が16日になるので、うん、3月の10日から、うん、10日から20日まで、うん、20日まで、うん、今一緒にこう出店とかよくしてるプチボナーさんっていうんだけれど、うん、プチボナーさん の、うん、あの春のアクセサリー店っていうのをお店でやってます、うん、で、うん、もうすっごい人気でファンいっぱいいる作家さんなんだけど、残念ながらねこの3月の末で福岡に帰っちゃうから、うん、ちょっとその前に、うんうんうん、うちのお店でも、はい、なんか展開してほしいなって言ってお願いして、うんうんうん、今回やってるので、めっちゃ可愛いよ。あのミモザとかをレジンで固めて作ってるアクセサリーとかめっちゃ可愛くて、あのセンスが抜群にいい。いつもなんか委託一緒にしてる場所とかでもやっぱりしょうちゃんって言うんだけど、しょうちゃんのアクセサリーがあって横に自分のがあったらなんかすごいなんかすいませんと思う自分のぐらいすごいセンスがめちゃめちゃいいから、ぜひ来て見ていただきたいと思います。そうなんだ、うん、じゃあこの3月にもう行かれるから、うんうん、これでもうその人のそう、なんか一応沖縄で、うん、あの委託されて続けるとこはあるみたいなんだけど、まあ、うちでやるのは、うん、はい、まあ、最初で最後なのかわからんけど、うん、なるほど、はい、じゃあね、あのちさみのことだからきっとねすごいセンスのいい、ね、またね、あの商品をまたそこからまたセレクトして置いてくれてると思うので、うん、はい、ぜひ、なのでね、ぜひあのたくさんの方に行っていただきたいと思います、はいはい、で、あのこのお店ね、ケタールさん、うん、あの場所とかいろいろね情報とかどんなアクセサリーあるのとか、あのインスタとかフェイスブックに載ってるので、はい、皆さんね、あのチェックして行っていただきたいと思います。はい、はい、ではちょっとねお時間が来ましたので、はい、今日はうつ病になりながらも決して人生を諦めず自分の作品を世の中に発信して輝いている佐藤ちさみさんにお話を伺いました。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。広島弁で今からでなかったですね。キャスパル兄さんもありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。広島ビンダセンキャスターは逆に意識したかもね。あ、そう、あ、分からん分からん。あら、もしかして水谷彩子さんかなんっていうのはこん国ちゃんさん。水谷彩子さんって誰？国ちゃんさん、お久しぶりっすね。どういう意味ですか？あの FM ギノは結構聞いてくださってるリスナーさんで、あのリスナーのクインちゃんさんです。リスナーの、あ、はい、はじめまして。水谷彩子さんって、ちさみんが水谷彩子さんに似てるってことかな。水谷彩子さん水谷彩子さんも知って誰だろう、ね、あの友近さんが真似して演歌歌手の名前でしょと思ったんやけど、違うね。あ、はい、友近さんが似てる。に似てる。雰囲気が似てる。佐藤さんそうなの。佐藤です。いや、もう水谷彩子さんでいけます。友近水谷、あ、でも嬉しい、本当になんか久しぶりについてきたから。水谷千恵子さん、そうです、そうです、ちえこさん、ちえこさん、あー、ちえこさんマジでいたで、マジのおばちゃんです。おばちゃんとか言わないで。ありがとうございました。いやー、コメントもね、ありがとうございました。こんなんで大丈夫だったんだろうか。全然大丈夫ですよね。楽しかったです。全然、世界の話もっと聞きたいな。いや、やっぱり聞きたいですよね。そうそうそう、もう本当に国外に出たことがない人間。あ、そう、沖縄の人ってすごく多いから、なんかね、出たいなと思うきっかけになってくれたらいいなってすごい思います。ゆくゆくは出たいなって思いはあるんですけど。楽
楽しいからもう近くやったらね、はい、台湾から始めてもいいと思うよ。そうですね、すごいご飯も美味しければ人も優しいし、うんうん、そうなんですよ。台湾ちょっと狙ってて、うん、もう一つの仕事でちょっと DJ をやってるんで。おー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 、やってそうやってそう、やってそう、うんうんうん、だからあのアジアで活動したっていうこの、いいですねいいですねいいですね、グローバル的なだけいいと思う。ちょっとずる賢いんですけどちょんぼって言ってちょんぼっと流してくれる、バリューが上がるから、はい、確かに間違いない、わかるようまく利用したいなと思って私もだからなんか、かあの台湾の、アクセサリーとかそのハンドメイドイベントに出たくって、はい、そう、なんかそれを去年本当は目標にしてたんだけど、まあ、コロナでなくなったから、まあ、時々ね行けたらなと思って、うん、台湾も仕入れに行ってるので、私、うんうん、じゃあまずは台湾の話からしてもらおうかね。そうやな、ね、お客さんのためにもやったかわいいかわいい。じゃあ、ツイキャスの方もあと10秒なので、本当ですか、クアさんが大丈夫ってなんか入ってあ、まだやってたんやこれ、はい、今そうなんや。じゃあ皆さんさよなら。ケニーさんありがとうございます。またコメントください。